健康一滴。物事にはどってもんがある。適度にやりゃ適度にうまくいくもんだ。例えば考察、この町には数えるほどしかねえ。なぜだかわかるか。沿道が考察で埋まってたらうんざりするからな。それによ、何でも法で縛りゃいいってもんじゃねえ。肝心なとこさえ押さえときゃ、あとは民がうまくやってくれる。この小田原みたいにな。ま、何事もどう越えりゃ偉い目に遭うってこった。民にもてめえみてえに察しの悪いやつもいる。法律ばっか増やしても覚えられねえやつも多い。肝心なとこさえ押さえときゃ、あとは民がうまくやってくれる。この小田原みたいにな。じいさんの代からよ、梅干しは重宝してたのさ。物は腐らねえし健康にもいい。ところでこの梅干し、一杯の飯にどれくらいが適量だと思う？そうよね、健康にいいんだもん。もりもり食べればいいんだわ。つっぺー！とアホ、てめえは宇治政か。で、親方様、わざわざ私たちを呼んで梅干しを食べさせた真意とは？てめえらには頭がちゃんとあんだろう。梅干しかじってよく考えな。突き放すか話さないかの微妙な距離感、大人よね。あのパックリ開いた胸元に今すぐ飛び込みたい。ほかほかの白いご飯に赤い梅干しが一つ、なんだか可愛いしいい感じじゃない。で、親方様、わざわざ私たちを呼んで梅干しを食べさせた真意とは？見ての通りだ。坊主じゃ気分悪い。大量でもさばききれねえ。適量だ。こんなもんでいい。なんか話があんじゃねえのか？今ぐらいの距離がちょうどいいと思うがな。ま、てめえの好きにしろ。見栄えのいい魚はまずい。見栄えの悪い魚はうまい。人間も同じだ。貝の小僧みてえに外見ばかり気にしてると足元すくわれるぜ。なんか話があんじゃねえのか？うちには珍しい豪奢な部屋だろう。てめえや家臣にお披露目しようと思ってな。北条氏康、俺の標的は貴様ただ一人。こいつの命が欲しければ刀を捨ててこっちに来い。親方様、気にせず暗殺者を撃ちましょう。愚浪人一人の命など捨ておくべし。ところで、一杯の飯に梅干しはいくら必要だと思う？
ったく、どんくせえな。おかげで見ろ、新品の柱に刀傷つけちまったぜ。何事も度が過ぎるとえらい目に遭うってこった。てめえとの距離近すぎたな。親方様、気にせず暗殺者を撃ちましょう。愚弄人一人の命など捨ておくべし。ところで、一杯の飯に梅干しはいくら必要だと思う？たく、どんくせえな。おかげで見ろ、新品の柱に刀傷つけちまったぜ。何事も度が過ぎるとえらい目に遭うってこった。てめえとの距離近すぎたな。京都実をもってせず。